このせじりの、まあ、受けになってるところをね狙って投げた流したいと思うんですけど、この受けになってるところに大きいのがね割とついているんで、先ほどね釣れた魚もねこの受けですよね、まあ、この辺でかかりましたよね。もう餌を待ってますからいればね割と早い。あとはその仕掛け餌がねちゃんと底波にね入ってることが大切ですよね。流れが速いところだとね仕掛けがなかなか馴染まないので、まあ、そういう点もね注意しながら仕掛けを流すといいですよね。でその目安なんですけど、まあ、この川の表面の流れ表層の流れですよね、そこはすごく速いんですけど、それに対して目印がゆっくり流れていればそこに入ってると思っていいと思います。もし入ってなければねこの表層の流れと同じスピードになってしまうんですよ。でそこの流れというのは石がたくさん入っているのでこの流速がね遅くなっているんですよね。これもし何も入ってないと例えば砂地だったり岩盤だとドーンと表層と同じような流れで流れていってしまいますから、まあそういうところはねやっぱなかなかこう魚もなんて言うんでしょうねこうゆっくりできないというか居心地が良くないみたいで、あまりねそういうところには魚いないですよね。これミミズですね。でこれ市販のミミズなんですけど、私あの信州ミミズという銘柄のミミズ使ってます。で結構ねこれ太くて動きもいいのでもう見てもらうとねこう結構動いてると思うんですけど、まあ結構こう魚の興味をしなんかこうそそるんじゃないかなと思います。で餌の付け方ですけど、今ねこれハチマキっていう部分なんですけど、こっち側ですねこの先端に針を通してこんな感じで、まあ、ちょんがけというか一応針は全部通してつけてますね。でミミズ同士とか使う人もいますけど、私はこちらの付け方の方がミミズが動いてアピール度も大きいんじゃないかなと思ってこういう付け方してます。結構ね遡上してきたアユとかもいるので、そういう魚を食べてるアマゴたちはもしかしたらクロカムシを食わないのかなとも思うんですよね。まあミミズだったらちょっとこわ餌も大きいのでそういう魚が興味を示すかもしれないですよね。このミミズって結構つけて間もなくはねこう水中の中で暴れるんですよね。動くものを追いかけている魚に対しては結構そのアピール度が高いんじゃないかなと思うんですね。ただミミズもね動かなくなるとねなんかこう食いが悪くなってしまうので、まあそうね、ずーっと使い続けるのも良くないので。よし、さっき当たりがあったところね、今これ10分ぐらいかな休めたんでもう一回やってみますね。ちょっと筋が違うな、もうちょっと手前流さえなのかな。生きてるたるみもうねこういうの全部やっていった方がいいですね。あまり水深ないところはやっても意味ないですけど、来た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 、よし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 、いれば一発だ。あーバレちゃった。うわちょっと残念。あーでもいい方だったな、やっぱいいサイズだったな。くそー全然当たりないからねこう突然かかるから。あ、なんと針がすっぽ抜けてる。なかなか出会えない大物に対してね、自分はちょっとこれ今おろそかなことをしてしまったと思うんですよね。まあしっかり、ね、こう結束部とかはねしっかりこう、まあ、ほどけないというか、まあ、しっかりこう結べてる
ことを確認することがまず絶対条件。ちょっとこれ立ち込んで奥の流れを打ってきます。餌の集まる方に魚も集まりますから、ちょっと上目に仕掛けを振り込んで、あとは一つ一つね、この筋を狙っていきます。ちょうどねあの辺こう石がいっぱい入ってるんで、結構そんなに流れも強くなくて魚も居やすいんじゃないかなと思います。この辺で食ってくれるんだけど、ここは食わないんだ。